い、皆さんこんにちは。吉村農園の吉村です。今回も始まりました吉村農園の農業日記ということで、今回もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。そしてですね、今回の動画のテーマの内容なんですが、視聴者さんの方から質問がありまして、吉村農園ではネズミ対策はどうしてるんですかって質問がありました。なのでですね、今回はこのネズミ対策どうしてるのかのご紹介動画になりますので、ぜひご覧ください。早速いってみよう。では本日なんですが、視聴者さんの方からですね、ネズミ対策どうしてるんですかって質問がありましたんで、ご回答の方よろしくお願いします。はい、はい、こんにちは。どうしてもね、寒くなる、もう霜がね、だいぶ降りてくると、ネズミも畑の方に餌がなくなるから、ハウスの中は暖かいから、どうしてもハウスの中に入ってくる。だからね、草むらが多いとこの、で、イチゴを栽培している周り、環境によってもこれは違うんですけど、その、家の近くとか、草むらとか山があるとこ、そういうとこにはとてもネズミがいますから、で、ネズミちても、大きな野ネズミじゃなくて小さいやつ、このくらいのやつが、種を食べちゃって、一匹か二匹入ってると、ハウス、三分の一ぐらいはすぐやられちゃうから、そうすると商品価値が落ちちゃうし、格好が悪いですから、どうしてもね、早めに防除するっていうことと、ハウスの周りを見てあるって穴が開いてたりすると、そういうとこから入ってるんで、そういうとこも気にした方がいいと思うんで、それではね、使う道具、はい、簡単なやつなんですけど、はい、ちょっと寄りますね。いろんなメーカーを見たんですけど、まあ、このメーカーの方が一番、これは去年の使ってたやつなんですけど、これが一番いいんで、残ってたから、はい、これはもったいないから使っちゃって、新しいの足んない時は買ってくるような。うちあたりもね、こういうので20個ぐらい使っちゃうんですけど、はい、ね、1枚ずつ貼るのはね、はい、高いっていうかお金もったいないから、はい、これね、こういう風に切ってあるから、はい、狭い場所であればこれ半分にしてまた使えばいいの。ここ。カットして、はい、ハサミでってことですね。そうです、こう切っちゃって上手に切んないとベタベタになりますから、こういう風な感じでやって、そうすると一つのやつで4枚、はい、こういう風にもっと切んないとダメだ、こういう風にやって4つにして、ネズミは大きかなくて小さいから、これ4分の1にしても大丈夫ですから、はい、これ、はい、でポイント、はい。ポイントは、餌はこれ。あ、ちょっと揺らさないでもらっていいですか？はい。これ、くず米ですか、ね。くず米。冷石器したってやつで、はい。本当のくず米を、ここのところの中心部あたりにね、こういう風に置いとくの。ちっとじゃダメ。これが匂いで餌だと思って、はい、来ますから、これ。はい。これをやんないで、ただかけといても、ネズミは、通路であれば、土がこう、減ってるから分かるんですけど、普通にかけといた場合、こういうになると、寄り道してくれるから。はい。で、これからハウスのかけるポイントの方行きます。はい。はい。ではですね、早速なんですが、どこに仕掛けるか教えてください。はい。ハウスでかけるときは、このハウスの外側、はい、ここ。はい、外側。こういう風になって、内あたりは草が吐かないようにパッカーで止まってるんで、はい、ここのところ、はい、ここを歩くのよ、ネズミは。はい。外のところ円で、通った時にかかるように、こういう風に。ちょっと置いてあげるの。そう。歩くところへかけるの。はい、あともう一つのパターンは、はい、外。はい。外から来るから、内あたりはね、段差があるもんで、ここのところ。はい。この、裾のところですか？そうです、そうです。裾のところを、ネズミは歩くから。はい。その時のようにやってんで、上を被しとく。こういう感じで。はい。わかりました。あと、ハウスの四隅。四隅。はい。で、あと、草むらがあるとこは、重点的にもう細かく。はい。あと、家の近くは家の近くの方から来るから、そういうとこも細かく。全体の真ん中のハウスあたりは安全だけど、端がやばいな。わかりました。あと、後ろだら後ろみたいなとこ。はい。はい。わかりました。ありがとうございます。
はい、ではですね、動画いかがだったでしょうか。今日はですね、ネズミ対策のご紹介動画になりました。一応ですね、吉村農園ではあんな形でネズミ対策としてはこの粘着のものを使ってですね、まあ、ネズミを、まあ、取っていくっていうのかな、あの退治していくって形なんですが、その時に一つポイントなんですが、ただ単にこのネズミ取りシートを置いてもですね、なかなかネズミさんもやっぱりね、かからないんで、どうしてもですね、このくず米とかを少し巻いてもらって、そこにこう来てもらうような形で取っていくと非常にですね、あのいいかなと思いますので、ぜひね、参考にしてみてください。では次回も動画撮っておきますので、ぜひご覧ください。最後にいきます。これが農業です。はい、こんにちは。いつも一言っていうことなんですけど、今日はね、たまたま同級生で、4人ぐらいで、コロナも落ち着いたんで、雑談しようっていうか、まあ、お酒飲みだな。まあ、ちょっとした飲み会がありました。その中でなんですけど、やっぱり2パターンですね。もう私なんかもう60だから、やっぱり。真面目に40数年勤めて、同じ企業で退職した方は、退職金をたくさんもらって、で、もう何社か渡ってやった人も退職金をもらってっていう第二の人生じゃ仕事、やっぱりね、60過ぎても働く人とね、もう十分働いたから辞めるって言って、楽しんでる方の2パターン、その中で農業地などちらのパターンに入るのかなと思ってたら、みんなにはシグマで働けっかいいじゃないっていうようなことを言われてるんですけど、農業地のもね、区切り区切りをつけるっていうので、農業の場合は1年が区切りは区切りなんですよね。このイチゴなんかも苗を取って植えて収穫してまた新しいのに入るから、それが1年かもしれないんですけど、まあそういうことを考えなくてはいけないのかなーなんて、昨日もしみじみ、再就職も難しい、もう60過ぎるとほとんど元の会社にはいても居場所がないとか、あんまりいい話題はないんですけど、その中ででも新しい新人さんがたくさん入ってきたり何かして追い出されるっていうのは、これはいいことだな、やっぱり日本の国は回ってんだなっていうことと、あと朝のニュースの中で、車業界の電気っていうやつかな、それですごい競争してるっていうことで社運をかけて頑張ってる、やっぱり農業なんかもああいうトヨタとかホンダとかに見習って、少しはあの作ることだけじゃなくて技術の方とか、そのなんていうのかな、失敗するような点をもっと勉強していかなくちゃなんないのかななんて感じました。でももう収穫が忙しくなってくるから、そういうことも考えてられないのは分かるんですけど、頑張っていきましょう。はい、ではですね、次回の動画の予告になります。次回の動画なんですが、12月の管理編ということでやっていこうかなと思います。一応ここ最近ですね、益子町なんかはですね、非常にこの外気温が下がっておりまして、夜の時期なんかはですね、時間帯ですとマイナス2度ぐらいには下がっております。まあそういった時の管理方法とかね、ご紹介になりますので、よろしくお願いします。次回の動画なんですが、12月1日配信になりますので、よろしくお願いします。最後にいきます。お願いします。